けの願いがこの空に生まれ落ちて消えていったのだろう。彗星が過ぎた夜の帳、見えなくなった星を探し、忘れられたら幸せだったとしても、この空が輝くわけを僕たちはきっと忘れてゆく。聞け命の鼓動を、この先でホワイトベースが着生しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。カエさん、先見てます。ガンタンク発進。よし、ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊ユノ特務総長、起動します。アムロ総長は？ヤツのことはいい、船の直前に回れ。了解、任せてください。今のブライトノア注意、私たちホワイトベース隊なの？直撃させる。おっと、今度はジオン軍の通信要望時。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。は、はい、ラル隊員。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラル隊員、ランバラル隊員、どうやって工事したの？それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ラル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。そこ当てる。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ、何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話はまだ、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。え、私たちそのオデッサにいたのよ。次
お前たちザクとは違うんだよ。ここは何でもいいか。邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダム・バルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの、ランバラル隊員。どうしたバルバトス。俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員の武夫を呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうだったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。カエさん先に出ます。ガンタンク発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。聞こえるかミカ、今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたって、それなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガにかけてるよ、最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガにかけてる。だからオルガもかけてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなに。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通り、まかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長、敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作る。ブレイク電子を確認。DO のオズシオン、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。ここで全部終わらせる。ガンダム・バルバトス、間違いない、ホワイトベースを襲ってきた。ユノ、何。そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず、全部潰す。三日月くん、ガンダム・キマリスよ。何それ、知らないけど。やっぱり、ブレイク現象で技術がずれてる。出てこなければよかったのに。違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、あいつらこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ。違うよ、これはガンダムエピオン。アフターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニュー
ポートシティではない。えい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーローユイ君じゃない。ガンガムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火弾のオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオ、君が勝利する未来は見えないがな。未来、ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者に未来を見せるシステムエピオ、そしてモビルスーツと操縦者を直結するアラヤスシステム、この辺りのデータと混沌し合ってるのか。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガはパートナー。三日月君、さくら、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーはどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。作戦終了っと。帰還するぜ。一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらはマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だってまだ戻られていない。この時点はスタンドロックだ。ガンダムエピオンは？エピオン、何のことだ。それじゃルクレティアノイン特有は？通信が繋がらない。ここは我々だけでも。サクラ、どうなってるの？本来ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあエドモントンの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。ガンダムサンドロック、トーラス、エフ、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機、モビル動力がないみたい。敵側も足りないの？なの。あれってバルバトスと入れ替わったランバラル隊のグフにしては数が多くない？グフ自体の量産規模はおかしくはないけど、残念ながらラル隊はないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなのばっかりね。あ、それだよ犬姉さん、このブレイクミッションの違和感。人も物も、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあタンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言が少ないんだ。この戦闘を終わらせる方法がない。ひるむなよ、マグアナク隊の誇りにかけて。カトルスまでお戻りになれば。問題ない。またグフの総援、マグアナク隊警戒してください。あれにもラルトンが少ない。
モビルスーツからってことね。そうと決まれば小隊長。首都防衛隊がこれほどとは。撤退だ。一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ。こっちの目的は果たせたから。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊が。ユゴン、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって何これ。介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた。ガンダムラトレイヤー、ハーネスマーキュリー出る。さて見せてもらおう、その力がこの G ユニバースに足るものかを。データベースにないよあんなの。それにあの顔はガンダム。小隊長気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの。そのモビルスーツは。私のデータは与えられていないか。 SACRA/1351420。 今の私はサクラフラッシュ。ユノ姉さんに縮められたんだよ。ユノ姉さん健康だ。そのユノというレディがプログラマーと。どうしてそれを。あなたは誰。私はアーメラス。僕らだ。今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けるんだ。ということで、パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。なんだこれ。データベースを確認したけど、あのガンダムもパイロットも確認できない。さすがだな、小隊長。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい。何者なの。ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えても暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はあ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。危ねえ危ねえ、備えあればってやつだな。おたくもなかなかやるじゃないの。頼りにしていいんですね。危なかった。ブレイクミッションとはよく言ったものね。ほとんど歴史として成立してなかった。それに最後のガンダムは何だったの。ハーメス・マーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる。私が閲覧できるデータベースには載ってないんだよね。あのガンダムラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。どこにも存在しないガンダムなのに、私たちのことは知ってるみたいだったけど。パイロットとプログラマーがどうとか。データベースを閲覧できるよう管理システムに申請したから、しばしお待ちを。トゥルーミッション発生。トゥルーミッション発生。ハロ君、いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。これで消えたランバラル隊員のグフを元の歴史に登録し直せる。歴史への再登録って具体的にはどうするの。もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランバラル隊と戦うんだよ。ガンダムバルバトスが現れたあの場所か。ちょっとしたタイムスリップって感じね。ただ間違った歴史を変えるんじゃなく、正しい歴史をなぞることが重要だよ。私たちで史実を成立させるってやつね。その上でデータを登録し直せば、晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。それがトゥルーミッション。ユゴ頑張れ、小隊長頑張れ。やるわよ小隊長、私たちの歴史の修正だものね。じゃあ小隊長さん、
トゥルーミッションを選択してみて。史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんはソドンの町でランバラル隊と接触するんだけど、総長さんを探しに出たフラウボーさんがラル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレイ総長をホワイトベースに案内してランバラル隊のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。カエさん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。ホワイトベースを見つけたのか。クラウボーがつけられたんだ。あのグフってモビルスーツに出てこられたらガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当には？こちらブライトだ。早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、起動します。艦長、アムロ総長をお伝えしますね。フラウの報告通り。分かった、船の直縁に回れ。フラウボーなんてよこしやがって。フライトが自分でクリアいいんだよ。艦長も余裕がないんですよ、アムロ総長。そんなこと分かっ、回り込める別ルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面を突くか判断を任せるわ。ランバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。は、はい、ラル隊。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。本当に過去が繰り返されてるんだ。繰り返しとは少し違うよ。シミュレーションです。あれ、リュウさん、迎えに来てくれたのか。急ごう、アムロ総長さん。まだだ。落ちる。おっと、ホワイトベースから通信。ユノ、遅いぞ。何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムにそのまま戦列に突出します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが着底したままだ。本来なら取り付いたグフを背面飛行で振り落として上空へ退避してるはずなんだけど。背面飛行？艦内どうなっちゃうわけ。未来さん、無茶するな。落ちる。
抜かるなよ、お前たち。ザクとは違うのだよ、ザクとは。ガンダムバルバトスにならなかった。グフのままね。ブルーミッションだからね。歴史は正しく流れてるってこと。さあ、兵士の運命を決めるとしようか。ガンダム、グフめ。史実を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、小隊長。ガンダムと一緒にグフを撃破して。アムロ総長さん、油断しないでね。グフにはジオンのエースが乗ってるから。ああ、あのグフは強い。覚悟、さあ、落ちろ。問題ない。正確な射撃。ほう、思い切りのいいパイロットだ。手ごわい。しかし、すごいパワーだ。さすがベテランのノルグフ。相手を魅了して組ませるほどの威圧感。だからって負けられない。小隊長、アムロ総長、頑張って。了解、僕たちでやるしかないんだ。いや、あるな、ガンダム。しかし、こちらとてまだまだ操縦系統が得られたわけではない。来た、このグフのパイロット。もしかしたら。ここだ、モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年は。やっぱり。お前はさっきの王やか。僕らを助けたのはホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさか、時代が変わったようだな。王やみたいなのがパイロットとは。どうだ、見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。ま、負け惜しみよ。待て、ラルタインの脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレイク修正は完了。よかった、アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は、総長、僕はあの人に勝ちたい。僕だってアムロに負けてらんないからな。検索該当あり。トゥルーミッション検索該当あり。さっき回収したっていう新しいフラグメントキーがあるから。イエス姉さん、厄災戦の後失われたとされる技術、荒屋敷システムのデータをね。あ、ポストディザスターの歴史、ガンダムバルバトス関連ね。その通り、エドモントンのブレイク現象を修正する重要なプログラムコードだよ。ただちょっとデータにエラーがあるみたい。大丈夫かなこれ。ハロ先輩、ちょっと来て。なんだサクラ、なんだサクラ。荒屋敷のデータをインプットするよ。データリンク、パスコードは君の旗をあげろ。にゃエラーエラーエラー。ちょっとハロー、さくら、勝手にバグったデータを入力しないで。修正完了。変わったプログラムコードだったけど。ハロー大丈夫？さくら、もう勘弁しろさくら。他にもおかしなコードは直しといたけど。さくら、勝手なことはしないでよね。やっぱり波のプログラマーじゃないね。だからこそ彼女は管理システムに選ばれた。さくら、聞いてるの？次やったら
お仕置き用のコンピューターウイルスを投与するからね。怖い。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。一時はどうなることかと思ったけど、これでエドモントンの街に行けそうね。この G ユニバースに関わる各種データのコード解析、時間を見つけてちゃんとやっておいた方が良さそうね。悪を滅ぼさずして武士の誉れが立つものか。私の名はナイトガンダム。ブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れて行くのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが事実なんだよ。私たちは前回と同じく鉄火団として、三日月くんのガンダムバラバタスと秋広くんのガンダムブシオンリベイクと一緒に出撃するからね。え？急に秋広くんって出てきたけど誰？鉄火団団員の秋広アルトランドくん。筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、犬姉さん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。ミスター・ムジャ、飛行もこの戦いに参加していたとは。おお、こいつも。コマンドドラマをお呼びして緊急出撃と参ろうか。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ギャルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルガなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。こっから先は行かせねえ。私たちは三日月くんと町へ向かいます。筋肉隊で敵を抑え込んで。当然だろ、三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい差は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まるストレーター絶対に必要になるピースなんだけど。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長気をつけて、何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの異常。団長さん気をつけて。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ、何が起きたの。小隊長三日月くん、先を急ぎましょう。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。とっとと押し返せ。ゴミ走って。ブレイクミッションの時に
が。いいよ、何でも全部潰せばいいだけだ。ヒマリスのデータが足りないことがアルミッションに影響しているのか。オルガ、アトラ、クンデリア、すぐに行く。まだまだ敵がいるね。片付けないと団長さんたちが危ないよ。心配しなくても、オルガは一度やるって言った仕事は絶対にやり遂げるよ。議事堂まで出てこなければよかったのに。アルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて、ガンダムフレーム、恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ、あれは人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、イノ姉さん。
アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。いや、このディレクトリのだよ。この他にもあるわけ。出さないようにしてたのに。ユノ、見て見ぬふり、よくない。ユノ、落ち着いて聞いて、犬姉さん。 G ユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないと、犬姉さんたちを繰り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念、ブレイク現象の影響で今は階層ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。自分ですか。背中は守ってやるよ。前回は謎のガンダムに邪魔されたけど。ユノ姉さん、今回のトゥーミッションはサンクキングダムじゃないんだよ。え？だって史実の修正をするんでしょ。首都ニューポートシティを守るんじゃ。今回の舞台はサンクキングダム山岳部の国境地帯。リリーナ代表さんが王国解体を宣言した後のお話。サンクキングダムを解体。私たちがブレイク修正をする前にどうして。もしかしてミッションがバグったの。いやいや、史実通りだよ。ブレイク現象の規模によっては時間軸が前後することもあるってこと。前回のニューポートシティ戦の先の歴史、その山岳地帯で私たちがやるべきことは。孤軍奮闘するガンダムエピオンの援護だよ。乗っているのはヒーロユイ君。機体システムの影響でかなり無理してるから心配なんだよね。その彼をウィングガンダムゼロに引き合わせること。ゼロのパイロットは以前はエピオンに乗っていたゼクス・マーキス2級特佐さん。ウィングでガンダムでゼロ、また新しいガンダムが出てきたけど。オペレーションメテオに投入された5機のガンダム、その全ての原型機がウィングガンダムゼロなんだよ。ゼロに乗るのは完全平和主義を唱えた指導者、ヒーロユイのコードネームを持つパイロット。すごい重要なモビルスーツなのね。重要も重要。ゼロシステム搭載機の出会いによってアフターコロニーの歴史は大きく動くんだから。ゼロシステム？敵はどこだ。訓練通りにやれれば問題ないはずだ。あんたには期待してるぜ、招待君。
お前たちは俺の敵か。戦略上優位消失、戦術レベル最大効果確認。これはシステムエピオン、いやゼロシステムの影響だね。確か操縦者に未来を見せるシステムって。戦闘状況下で発生するあらゆるデータを即時分散、膨大な予測値を取得して、それを直接パイロットにフィードバックするコックピットシステムの通称ってことだね。パイロットを極限状況にまで追い込んで、自らの死すら厭わない行動の結果得られる完璧な勝利を実現するための装置、それがゼロシステムだ。そこまでして戦争をしたいの？これを作った男は戦う敵の姿と自分自身の未来をパイロットに見せる機体だと言った。勝者と敗者に祝福を与えられるガンダムだと。それは神の概念そのものじゃなくて。俺は神だと信じない。俺にあるのは支配と戦う意志。ビルボっていう黒い丸型がモビルドールよね。サンクキングダムにはいなかったけど、ローミフラ財団が開発した自動操縦システムの無人機だね。戦争をゲームにするただの人形だ。俺たちを止めることなどできない。ダメダメ、クリア。うわー、深すぎた。そこだ、ペッタラキー。そこだ、テリア。いけ、ダメだダメだダメだ、黙れエピオン。どうしたの？ゼロシステムからのフィードバック。ものすごい精神力で耐えてるけど、やっぱりシステムの干渉が大きすぎる。このままじゃ最後に持たないんだ。ゼクスが来るのか。どうしてそれを？エピオンが教えてくれた。ゼロシステムすごい。俺のことを気にするな、行くぞ。奴が来る。このまま引き下がったら貴族どものいい笑い者だぞ。しかし相手はガンダムです。財団はガンダムという名称を認めない。我が第4人モビルドール空挺師団は名もないモビルスーツどもに全滅させられたことになるんだ。敵さんも意気込みが違うね。小隊長ヒーロ君、ここが踏ん張りどころ。分かっている。この先に奴は来る。ゼッ、どうだ、テリア。こんなところで倒せない。まだやれるぞ。ゼッ、こんなしましゼッ、かわせるかよ。ゼッ、テリア。そこだね、遅い。射程内に逃しはしない。戦術レベルクリア。継続して戦略レベルに行こう。まだ動く。ウィンゼロか。戦闘レベルターゲット確認。排除開始。ガンダム新型か。このウィングゼロに決戦を挑むつもりなのか。ヒーロー、ゼクス。なぜお前がここに？ゼクス、貴様がその機体を選んだのはミスだ。ヒーロー、俺の本気だ。戦況を確認する。とどめだ。貴様は敵か。ゼロに。ウィングガンダムゼロとガンダムエピオン。この戦いはアフターコロニー時代のターニングポイントになるよ。少年ちゃん、ガンダムエピオンね。戦いはサンクキングダムはどうなったのだ。崩壊したというのか。サンクキングダムが遅かったか。過去を見せられたら。ゼロシステムが殺しに来た者は殺せか。そういうのだな、ゼロ。いいだろう。純粋な戦士として貴様との因縁の戦い、今ここで決着をつけてやる。エピオン、お前はどうする？やはり決着をつけねばならんようだな、ヒーロー。
ゼロシステム同士が干渉し合ってる。ミルネーさん、これが必要なんだよ。ゼロ同士の出会いが歴史を作る。ここで死ぬわけにはいかん。死ぬわけには。スクスクまだやれるぞ。お手で見せる。ゲスト2つだ。ぜひ遅いぞエピオン。奴の反応速度を超えろ。ウィングゼロ、私に勝利を見せてくれ。次で決まりだ。ゼクシー、当たるものか。さすがよ。肝心な時に同じはしない。まだなのか。そこ、いや、まさかウィングゼロが。これはゼロ撃破というか機能停止。エピオンの方も大丈夫だよ。小隊長さん、ミノ姉さん、私たちの完璧な勝利だよ。この後のことはゼロに選ばれた2人に任せよう。そうか、これで2人のガンダムが入れ替わるのね。小隊長、やりましたね。これで全部のブレイクミッションの修正、トゥルーミッションの再登録が終了。このディレクトリのでしょ。ほら、次の階層に進めて。それが私の権限だと次のディレクトリに入れないみたいで、ユヌ姉さんとハラ君の協力を頼みたいなと。というわけで防壁破りプログラム G デモリッションインストール。壊す、すべて壊す、やってやる。ハロー、また勝手に。一体何を入れたの。私に防壁、ファイアウォールを解除する権限はないんだけど、今それに必要なデータをハロ君に入力したから、あとは犬姉さんが防壁破りプログラムを構築してくれればね。なんでこんなところまで来て、クラッカーの真似事なんて。これでいいと思うんだけど、どう、ハロ。プログラム正常、勘弁しろ、サクラ。エクセレント、さすが犬姉さん。じゃあ、防壁破りプログラムを走らせてみて。 G デモリッション、スタート。エマージェンシー、エマージェンシー、ユノ、危険、ユノ。真っ赤、何が起きたの。ギリオンステーブルに侵入された。違う、別のフィールドに転送されたの。ようこそレディたち、そしてガンダムラトレイヤーを退けたパイロット。私は好きなのだがね、シャレるということはすなわち余裕だ。戦場ではその余裕が重要なのだ。なぜなら。好き勝手に喋らないで。一体この基地に何をしたの。不正アクセスを検知したのでね、ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。ガベージコレクション、不要領域にこの施設のデータも転送した。サンクキングダムの時といい、何者なのあなたは。何を知っているの。私にはそれを答える権限は与えられていない。つまり私たちの敵ってことしかわからないと。ほう、お前が味方で私が敵。本当にそうならいいのだがな。これから先行型プログラムであるその基地を消去しようというのだから、現時点においては敵という表現が正しくはあるか。ではアップデートしたガンダムラトレイヤーの力見ていただこう。何もわからないまま消去されてたまるもんですか。
ブロ行きます。ガンケロン出るぞ。ガンダムラトレイヤーアップデート完了。カーメスマーキュリー剣山。カイさん、僕がガンダムで出ます。援護をお願いします。アムロにばっかりいい目を見させるわけにはいかないっての。出てきたか小隊長、楽しみにしていたよ。答えてもらうわ、赤メガネ。私や小隊長はこの G ユニバースを修正するために呼ばれた。それは間違いないのよね。私にはそれを答える権限は与えられていない。この空間を組んだってことはあなたもまたプログラマーなんですよ。私たちより前に人格がデジタルデータ化された例ってあなたじゃないの？お、なるほど。 AI であるサクラには宣言に制約がある。でもこの世界の外から来たものならどう？なかなかの考察だが、それも答える権限は与えられていない。終わりはしない。すまん、すまん。いただき、はっ、落ちろ。これはどうだ。この力はさすがだ。でやーなっしまった。この力は確かに機動も武装もタンクキングダムで戦った時とは別物。アップデートは済ませたと言ったろ。貴重なデータも手に入ったのでね。エイハブリアクター、ゼロシステムといった検証データだ。私たちがブレイク修正したミッションのデータじゃない。異なる歴史に存在するガンダムの機構、興味深いとは思わないかね、リトルレディ。そりゃ少しはあるけど、ずいぶん悪趣味なコレクターね。ガンダムのデータを作る謎の人格データ、そのシステムに触れてるのかも。当てる。なるほど、やはりいい腕だ小隊長。そうだけど選ばない。私たちを選んだのは管理システムってやつ。私にはそれを答える権限は与え。お見舞いしてやるぜ。逃がすものか。え、通信エロ。君たちが修正を進めれば奴の計画が完成に。俺には止められ。ちょっとどうしたの。奴とは誰。それにあなたはどうして。私にはそれを答える権限は与えられていない。何度も言わせないでもらいたいものだ。招待者、勝って。あいつにもさくらにも確かめなきゃいけないことがあるから。え、ルネさん。私は、はあ、でやあ一気に行くぜ。そこか。当てる。狙う。さすがだ。ここまで私と渡り合うとは、やはり腕利きだな小隊長君。だがラトレイヤ、レディ、ユノ、ヤツの計画を、俺の言ったことを忘れるな。待ちなさい。まだ聞きたいことが。ビル姉さん、あいつのことは後回し。ガベージスペースが崩壊するよ。ビル姉さんが組み直したプログラムを元にしてセキュリティホールをついて脱出するから。調べなきゃ。彼が何者で、やつと誰なのか。作戦終了っと。帰還するぜ。
次のディレクトリの特定ができた。小隊長さん、犬姉さん、行くよ。大丈夫。あ、どこかに捕まってた方がいい？データの移動だから別に必要ないけど、気持ち的に楽ならそれでオッケー。病は気から、ユノ、病は気から。あなたたち AI なのに曖昧すぎるのよ。そう、彼女たちは AI。 でもハーメス・マーキュリーはどうなの？イリオンステーブル、全データの転送を完了。わかりやすく言うと、一階下に降りたってこと。ハーメス・マーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが取れなく。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。さすがハル先輩、早速働いてくれるね。その前にあの挙動不審メガネのことよ。実際に戦ってみて、小隊長はどう思った？攻撃で傷を負ったからという感じじゃなかった。何かをこちらに伝えようとしていたような。答える権限はないの一点張りだったのに、確かに変だよね。そう、彼には不可解な点が多いの。その上で聞くけど、さくら、あなたは一体どちら側なの？ゆの姉さん、私は、あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする？犬姉さん、小隊長さん、私を信用してブレイク修正を続けていくか、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか。私はどっちでもいいし協力するよ。そのために生まれたんだしね。私もそれしかないと思う。さくらが本当に信用できるかは別として、私いい AI だよ。さくら、悪いやつ違う、信じてやれ。ユノ、小隊長も信じろ。小隊長ハロくん、いや、ハロ先輩。同じ AI 同士の共感ってやつかしら。さあ、じゃあ後輩のさくら、現状を説明して。ディレクトリが変わって何か違いがあるの？やるべきことは基本的には変わらないけど、さらなる歴史が出てくるし、ブレイクの度合いも大きなものが増えてきそうだね。さっきハロ君が検知したブレイクミッション、早速同時に3つも発生してるくらいだからね。ブレイクミッションが複数って、どんなミッションなの？修正方法は？落ち着いて犬姉さん、順番に説明するからちょっと場所を変えよう。さて、このディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。また宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。宇宙世紀以外って、ポストディザスターやアフターコロニーの時代みたいなもの？そういうこと。コズミックイラと西暦の歴史だね。残りの1つは宇宙世紀になるよ。ハロ君が検知してくれたのは以上。どれを選んでもらっても OK だよ。一つ目はコズミックイラの歴史。アラスカ基地に強襲機動特装艦アークエンジェルの支援に向かう。二つ目は西暦2300年代の歴史。不時着したソレスタルビーイングの母艦プトレマイオス2、トレミーの救援よね。三つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で、東南アジア戦線に参加してジオン公国軍の秘密基地を攻略する。ユノ正解。ユノ記憶力いい。ユノ姉さん、歴史のお勉強お疲れ様。じゃあ早速ブリッジに戻ってハル君に詳細データをインストールしよう。ハル先輩、用意はいいかな？
ミッション用のパスコードを入力するよ。ハロー、逃げも隠れもしない。君がガンダムだ。また謎のデータをインストールされてるけど、最後はどうなっちゃうのかしら。私のハロー、ブレイクミッション登録完了。小隊長選べ。小隊長